はい、じゃあ今回はね、ニーベルンゲンの評価をぶち下げていきたいと思います。またどこで使えばいいかって、で、わかんないじゃないですか、こんなやつ。使えるとこないでね。ホーミングが良かったやろ、絶対。こんな使い人気友情じゃなくてさ。絶対そうで、あ、ブロックあるこいつ、やば。ちょっと待って、忘れとった、完全に。え？ブロックある？やばいって、やばいってそういう意味じゃないよ。何してくれんのって話よ。うわ。ほらほらほら。投下しちゃうよ。で、どうしようかな。ブロックあるんか。ちょっと待って。当たり方次第で倒せる。見た？カチカチよ。もう。で、こんな感じの性能ね。ダメージオール、アンチブロック、足封じ M、超レーザーストップ、超アンチ力バリア、友情ブースト、SS ターダッシュ、投げ。超絶分裂、貫通衝撃波と、超強回復だね。投げ、マジで。そりゃマジで投げ。どうしようかな。マッチョなったやつの友情出してみる？とりあえず。足ふ。ああ、まあね。それくらいできるやろうね。まあ。それくらいはね。で、とりあえず、ちょ出して、当たらか、まあ。まあ、しょうがないよね。ちょっとね、弱くなっとるね、今日。これでも埋まっとやろ、あそこ。最悪やん。埋まってるやろ、絶対。うわぁ、最悪や、それ。消えるやん。消えたらきちいな。でも回復弾があるんでね。まあ、攻略としては別に安定するかな。ほんと当たるのがめんどくさいね、結構。いや、強え。は？強えやろ、どの見ても、こんな。うしょ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 、ほら。ブロックもあるんでね、すごい使いやすい。でも、しっかり。ね、ちょ、足封じ乗ってないんでね。それでも友情これやもんね、適当に打っても。はい、マッチョ。はい、マッチョ。はい、マッチョ。いや、強えやろ、どう見ても。使いにくい。ほんで、友情はね、ちょっと使いにくいけどな。それぐらい気になるのは。これで浦島倒せれば。当たらんかった。当たらんかったけど、浦島倒せたんで大丈夫。いや、強え。マジで強え。ちょっと。おー。超バランス型なんでね、しかも。そんなにね、あれは、漏れてないけど、この強さやもん。うわ、どうしよう。しっかり友情出し、強すぎやろ、俺。友情。なんだ、こいつ。そんなことある？あるやったら言っといてや。いやー、こりゃー、ぶち下げれんしょ。無理やな。また無理やった。